こんにちは。ジビカ専門研究師のガク先生です。このチャンネルでは耳、肌、喉に関する情報を提供しております。今日は上院頭炎がなかなか治らない。もう B スポットとか鼻うがいとかいろいろやってるのにもなかなか治らないっていう方に向けてお伝えしたいことがありますので、この動画を撮っております。上院頭炎もですね、やっと少しずつ広まってくるようになってきました。それこそジビカさんでも上院頭炎の B スポット治療を やってるところがポツポツと出てきましたし芸能界の方でだんだんと名前が知れ渡るようになったりとか一般の方でも上院登園というワードが少しずつ世の中が出てくるようになってきましたもっとね上院登園が広まればいいなと思ってますし上院登園悩む方が一人でもいなくなればいいなっていう風うに思ってますのでこういった形で動画として出させていただいてます で今日はですね、その上院頭炎でご自身でも分かったといろいろネットで検索したりとか、病院の先生に診断していただいたりとかで、あ私っ、果たして上院頭炎なんだと思って、いざ治療開始しましたと。ですが、まあ、なかなか鼻うがいとかやっても、B スポット治療、EAT とかやっても、抗生物質、鼻炎薬、そんなものを飲んでもなかなか治らないな、もうどうしたらいいんだ、これ以上やることないなっていう方、まだね、やることがありますので、それをね、お伝えできればと思いますが、まず、もちろんですね、上院頭炎、 治療に関して鼻うがいとかビースポット治療とかそういったもので改善する方も中にはおられますただ改善しない方もかなり多かったりするんですねその違いが何なのかっていうところなんですねその違いが一番はね首のこりなんですねで特にうちの新級院では、えー、上院等院の方まあ、上院等院専門でやらさせていただいているので上院等院の方がものすごく全国からたくさんいらっしゃるんですがやはり皆さんに共通しているのが首のこりなんですよ この首のこりを根こそぎ取っていくことによって上院頭炎がかなりの割合で皆さん改善していかれますので首のこりというのはなぜ上院頭炎に関係するのかそういったことを説明していこうかなと思いますはいでは首のこりはなぜ上院頭炎に関係するのかまず首のこりがある人とない人これはですね大きな違いがあるんですねそれは何かというと東洋医学の面から見ると ある部分に首のこりがあると、どうなるかというと、熱の循環が止まってしまうんですね。首のこりのある部分で。つまり、川が流れてるところに、こりという石があると、その川の流れがせき止められてしまう。それと同じように、体の熱っていうのが溜まってしまうんですね。こもってしまうんです。その熱がこもることによって、炎症が起きて、ジョイントになってしまうと。で、本当にジョイント炎がスッと治る方っていうのは、やっぱり首のこりがない方がなんですが、 首のこりがある方っっててなななかか治りづらくなってしまいまいすもちろん病院ではその上院等院自体の処置をしていただけるんですがなかなか首のこりまで手が回らないというのが現状なので首のこりも合わせて取っていただくとかなり上院等院というのは改善が期待できますので,で実際に首のこり B スポットとか病院の薬とかそういったものをたくさんやってきたけどもなかなか治らずにうちにいらっしゃって。 その首のこりを根こそぎ取ることで改善した方っていうのはかなり多いんですね。例えばビスポット治療自体を週2日から3日を3年間ぐらい続けたけどもなかなか重い症状を改善せずただうちに出会って首のこりを取ることで改善した方もいらっしゃればご自身では首のこりがあるっていうのは気づかない自覚症状は特にないんだけども実際我々が触ってみると首のこりがあってそれを取ると上院との症状が一気に解決していったそんな例もね少なくないんですね。 ですのでこの首のこりを取るって非常に大事になってきます。で一応私が出している本ですね「慢性上癒体は東洋医学で治す」この本では首のこりを取る自分でできる体操っていうのをいくつもご用意して紹介しているんですがなかなか首のこりを取るって難しかったりするんですね。特に皆さん一般の方がご自身で解決しようとすると難しいんですよ。なんでかっていうと首って本当に脳とすごく近いところにあるので。 ものすすごくデリケートなんですねマッサージしすぎてもこりが悪化するしそんなところが首なのでなかなか皆さんでやると難しいんですですので実際に上院投に悩まれていていろいろ治療をやってるけども治らないよっていう方は是非プロの手を借りて首のこりをケアしていくことをお勧めします、まあ、具体的には、まあ、整体院とかマッサージとか鍼灸院とかそういったところで首のこりを取っていただくそんな風にしていただくと上院投院が少しでもこう前に進んでいくんじゃないかなと思います あとは日常生活で首のこりを作りにくくするという習慣も大事になってきます。具体的にはやっぱり姿勢ですよね。どうしてもこんな風な姿勢でこうスマホとか見たりすると首のこりっていうのはどうしてもできやすい習慣になってしまうのでそういった習慣も直していくためにうのチャンネルでは猫背を直す方法っていうのも動画で上げてますのでそちらも参考にしていただいて猫背の体操をやって ぜひね、首のこりをできにくくするそんな習慣を身につけていただけると上咽頭炎が改善に向かっていきます今の内容をまとめると上咽頭炎に患ってしまった人で B スポットや薬の治療鼻うがをやってもなかなか治らない人っていうのはやはり首のこりが原因ですとで首のこりを取るためにマッサージ整体とか鍼灸院そういったものに行って でプロの手によって取ってて取いただくもしくは本に書いてある体操をやっていただくそういったことで首のこりをどんどん取っていただければなと思いますそうすることによって院といどどどどん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 治っていきます他にもね食事とかいろいろありますのでそれはうちのチャンネルに動画がありますのでぜひご覧になってみてくださいこんな感じで耳鼻科に関する動画をこのチャンネルでは投稿しております少しでも役に立ったよって方はぜひ 高評価ボタンとチャンネル登録していただけると動画投稿のモチベーションになりますのでぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。